ビラールは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドルドーニュ県のコミューン。トランクーガはペリーコールリムーザン地域圏、自然公園から約 6km、ブラントームの北東約 10km、ティビエの西 13km にあるビラールの村は、トランクーガー渓谷がに位置している。県道3号線、68号線、82号線、82号線、 いい位置が交差する地点である。村は、フランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路を構成するリム山の道途上にある。コミューンの名は、集落や、村を意味する、オック語のビラールから取られ、ここでは複数型となっている。クルゾード洞窟は、戦死時代に、コミューンの地に、人の定住があったことを裏付ける商人である。青銅器時代に遡る、珍しく注目に値する。 青銅製の斧が1896年にバルビニー地区で発見された。11世紀ノートルダムド保障修道院が建設された。最初に書かれた地名への言及は1192年のビラーズという記載である。L が一つ増えて記載されたのは1760年、そしてビラーズと記載された1801年である。13世紀ラールはシャンパニックに 本拠地を置く、今田大司祭区に付属する27の教区の一つだった。2017年時点のコミューンの人口は463人で、2012年当時の人口より1.7%減少した参照も九1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。